水星一年です。今日はですね、僕のね、地元でもある嘉数高台公園をね、ちょっと散歩しながら紹介したいなと思います。まあ、ここはね、観光地としてもね、今ね、まあ、後から見つけますけども、整備しててね、かなり観光客の方々も多いんですよね。で、普天間基地がね、一望できるっていうのとか、あとはまあ、沖縄戦のね、戦跡になっていて、いろんなね、方々が観光できますんで、ぜひね、どんな風に見た方がいいのかとか、あとは、ちょっと歴史的なところもね、紹介できればなと思ってます。こちらがね、嘉数周辺の戦跡ってことで、ね、この嘉数高台公園今いるんですけど、周りにね、こんなものがあります。ジジファーガマとかね。まあ、このガマですね、防空壕的なところ、まあ、逃げたところですね、沖縄戦の時に。こういう弾痕のって、まあ、公園に移設されてるんですけどね、現在地でここです。で、ここから、このね、先の方に向けて見ると、普天間基地がよく見えるよっていうことですね。でね、沖縄本島にね、アメリカ軍が読谷の方から上がってきたときに、南下してくるんですよね。那覇の方に南下してきたら、嘉数、ここでね、日本軍がね、最初にアメリカ軍と戦ったというところですね。大規模な戦闘が行われたっていうところです。で、それでね、そのまた西原とかね、浦添とか首里にね、那覇の方に、どんどん下の方にね、軍が攻めていって、姫入の塔までね、やられたっていうのがね、ここの、一番最初の戦闘のところ、大規模な戦闘のところっていうことになりますけど、これがね、弾痕の碑っていうことですね、これ。これね、それがこれです。弾痕があるんです。これが今移設されてます。こういうふうにね、まあ、銃で撃たれたってことですよね。ここをね、登っていって、もう、展望台が見えますからね。これを見ていきましょうね。このね、ちなみにね、ここは、僕なんかがね、そういうのね、この公園自体はね、結構地元の中ではね、遊び場として、よくね、遊んでました。今はね、ちょっと工事しててね、もう駐車場作ってるみたいなんですけれども、この辺りとかでね、よく遊んでましたね。で、ちょっと、人地区をちょっと行ってみましょうかね。ね、昔からそうですけどね、ハブに注意っていう。ハブが出ますからね、ここはね。で、越冬の葉っぱが。ね、これね、夜来るとちょっとね、怖いですからね。昼間に来た方がいいです。こういうまあ5ですね、みんながねこの中に隠れてたってことです。で、それがねこうなりますね。上の方に上がっていくとね、もう統治下がありますね。そしてね、これが、まあ、平和の象徴としての地球をねモデルにした展望台になってますね。ではね、ここから上がっていくんですけれども、ここまあ3階建てっていうんですかね、なってて、各階のね、座るところがちゃんとあります。大体ね、近所のね、おじいおばあとかがね、ここでゆっくりしてたりとか、あとまあカップルの人とかも多いですし、まあ、僕なんかはね、夕方とかね、みんなで友達とかでここで集まって、おしゃべりしたとかね、してましたね。でね、この下の方にね、今見えた階段がね、デージ級でね、段数もあるんですよ。だからね、たまにね、なんかね、トレーニングしてる人とかね、あとまあ、なんか自主トレしてる人とかがね、階段登りとかしてますね。はい、そしてね、ここがね、最上階になります。ここはね、ほんと景色もいいですし、夜とかね、夜景もすごい綺麗です。あと、まあ、海も見えてね、晴れた日にはね、まあ、最高の景色なのでね、ぜひね、景色だけ見るっていうのもね、いいかなと思います。で、ここから見えるところが、これがね、普天間基地になりますね。まあ、今もね、オスプレイが並んでますけれども、ここからまあ飛ぶ様子だったりとか、オスプレイのね、着陸の様子とかもね、見れます。結構カメラ越しなんでね、ちょっと遠く感じるんですけど、実際でね、見るとね、すごく近く感じられるのでね、ぜひね、見に行きたいなっていう人は見に来てほしいなと思いますね。今見えてるのが、これがコンベンションセンターです。宜野湾のね、トロピカルビーチの隣ですね、そこも見えるっていう感じでね。ここにはね、普天間基地の跡地利用についてのね、取り組みとかっていうのが書かれてますね。実はね、普天間基地っていうのは宜野湾市の中のね、まあほんとど真ん中にあるんですよ。なんで宜野湾市の一番端のまあ普天間と、例えば今ここにいる嘉数とかっていうのはね、直接行ったら、直線で行ったら早く行くんですけど、ぐるっとね回らないといけないっていうのがあって、非常に不便なんですよね。なのでここがまあ返還されたら、それをね、まあ道作ったりとか、あとは緑がねいっぱいあるんで、緑の中の街づくりっていうのをね、返還された後の取り組みとして構想してるみたいですね。あと琉球大学のね病院、琉大病院がね移転されてくるんじゃないかとかも聞いたことありますけど、まあね、沖縄県内でもね開発されてるところって、まあ、北谷だったりとか新都心とかっていうのはね、まあ、すごい発展してるんで、多分商業施設とか、あと住宅とかもねできるんでしょうね。宜野湾市民としてはね、デジ楽しみな構想なんですけれども、まあ、今移設もね止まってますし、工事が始まってからもねすごく時間がかかると思うので、まあ僕がねそれを体験するのはまだまだ先になりそうな構想ですね。このね地球儀のね下のスペースにはね、慰霊碑が多く設置されている、まあ、広場のがねあります。そしてね、この慰霊碑がね、沖縄戦で亡くなった朝鮮半島出身の人をね追悼する慰霊碑になりますね。そしてね、今見えているのが沖縄戦で亡くなった京都出身者の追悼するための慰霊碑になりますね。今ね、ちょうど右側の方にも見えてますけれども、こちらがね嘉数出身者のためのね慰霊碑になりますね。やっぱり嘉数のね住民の人も当時ね半分以上の人がね命を落としたって伝えられてますので、そのためにね慰霊碑を設置されていて、あと近くにね島根出身者の方の慰霊碑っていうのも設置されています。はい、でここの、ね、下の方にあるのが統治下ですね。まあ、統治下っていうのはね、ロシア語で、点や拠点っていうのを、ね、意味する軍事用語です。まあ、防御の中心となる陣地のことですね。でここはまあコンクリート製でね、厚さは最大1メートル以上あるんですけれども、ここにね、まあ弾痕の跡っていうのが無数にあってね、まあ激しい戦闘をね物語ってるっていうものです。ここはまあ下に降りてね、皆さんも見ることができるので、ぜひね、嘉数高台公園に行った際には見てほしいなと思います。ここもね、ハウに注意っていう看板がありますけれども、本当ね、夜はね、ここ真っ暗なんでね、夜景見に来たっていう人はね、本当気をつけてください、夏はね。まあ、実際に、ね、ハウを見つけたっていう人、まあ、今いるのかっていうのは僕はあんま聞いたことないですけれども、昔はね、夜とかもね、こう散歩したりとか、ウォーキングしたりしてたんでね、まあ、あんまり茂みに入らなければ大丈夫だと思うんですけれども、ちょっとね、途中ね、こういうところがあったんで映してみたんですが、もうこの中とかにね遊んでね入っていったら、まあ、なんかハブいそうですよね。だからぜひね気をつけてくださいね、ここら辺はね。でここからねずっと降りていくとぐるっと回ってね下の方の、まあ、駐車場の方に降りていくんですけど、ここからはねほんとね1月2月ぐらいは桜がねすごい綺麗に咲いているので、このね下の方に降りていく時のさっきの階段デージ急な階段があったと思うんですけど、あそこじゃなくてここからねぜひ降りてほしいなと思いますね。そしてねその道中にねかかずなんて読むんですかね、ゴシシって読むんですかねこれね、まあシーサーがね書かれてますね。まあ、大きいのとね小さいのあるんですけれども、作られたのはねいつかわからないみたいなんですけどね、かかず区民の人たちのね、まあ、厄払いの守り神としてね祀られてるみたいですね。でさっきもねありましたけれども、この嘉数高台公園っていうのはね、まあ、沖縄戦でね、まあ、戦場になった場所なので、その時にねやっぱりねこの市もねまあ、壊されたみたいなんですよね。なのでその後にね嘉数区民の人たちがこの破片集めてね、でそれで足りない部分はコンクリート補修してから、でそれで建て直したっていうのがねこの市ですね。でね、側道の方からね裏口っていうんですかね、裏の住宅街につながってるまた一本の道があるんですけど、その横にねすごい大きいガジュマルが2本立ってます。まあ、ここのね裏手の住宅街に僕の友達が住んでてね、よく昔はここで2人で遊んでたんですけれども、ここはねお子さんと一緒に来たりとかしてみるね、涼しくなりますからね、夏もねぜひここでゆっくり休んでほしいなと思います。今はねもう入れないんですけどね、ここがね滑り台だったんですよね。小さい頃よくここで遊んでましたね。うん。まあ、ここもね、新しくなるんじゃないかなと思うんですけど。うん。今ね、まだ1月なんですけれどもね、もう沖縄は桜がこんな風に咲いてます。桜といえばね、名護の八重岳が有名ですけれども、ここ嘉数高台もね、桜の木があって、ここもそうですね、まだ満開ではないんですけどね、この辺りも多分咲いてくるんでしょうね。毎年咲いててすごい綺麗ですよ、ここ。桜がね、咲いてるかなと思うとね、こういう風にね、ところどころにハイビスカスの花も咲いて、まあこういうところを見るとね、やっぱ沖縄っぽい感じがしますよね。うん、桜とハイビスカスっていう。色とりどりの公園ですね、ここは。この嘉数高台公園はね、桜も咲くっていうのね、とか、あとはさっきもあったハイビスカスとかね、こういう色とりどりの花もあるんですけど、このね、ガジュマル。木もすごい多いんですよね。そこも特徴ですね。このガジュマルの木ってね、この枝がね、これでものすごく長くね、伸びるんでね、影ができるんですよね。こういう風に。この下でね、みんなね、休んだりとかしながら、公園に遊びに来るっていう。これは沖縄ならではのね、遊び方かなと思います。はい。いかがだったですかね。宜野湾市の嘉数高台公園を、ちょっと紹介してきました。回ってましたね。で、ここはね、結構ね、戦跡がいっぱいあって、沖縄戦のね、残ってるもの、歴史的なものいっぱいあるんですけれども、その他にもね、やっぱりね、桜が咲いたりとか、あとハイビスカスね、で、あとガジュマルがね、例上いいんですね。そういうのはね、ぜひね、見に来てもいいかなと思います。那覇空港からね、だいたいね、40分ぐらいですかね。で、今からもね、食べる動画出しますけれども、目の前にね、3丁目の沖縄そば屋っていうところが、ここもね、結構有名なところなんで、でも皆さんね、もし沖縄そば食べに来るってなったらね、ぜひここもやってほしいなと思います。広いしね、ザ・沖縄の公園っていう感じでね、すごく楽しめると思いますよ、ここはね。で、今工事してるんですけれども、ここは観光バス、大きいバスがね、入れるように工事してるんでね、もしかしたら団体のツアーとか今後、そういう時にもね、来るかもしれないので、ぜひね、その時には参考にしてもらって、ここにあるね、防空壕だったりとか、そういったのぜひね、見てほしいなと思います。はい。さっきね、紹介した嘉数高台公園の目の前ですね、にね、沖縄そば屋さんがあって、ここね、ランキングが第1位のそば屋さんってことでね、看板が立ってるんですけれども、まあ、どのランキングかちょっとわからないんですけどね、3丁目の島そば屋っていうのがあります。ただね、ほんと、デジョイシンでね、ぜひここは、高台行ったら寄ってくださいね。僕的にはね、今回、まあ、アーサそば頼むんですけど、これが一番おすすめかなと思います。このボリュームで690円ってさ、結構安いですよね。で、このアーサね、うまそうですよね。色もいいしね、沖縄そばにアーサ入れるっていうのもね、面白いですよね。あとジューシーね、これもうまかったです、うん、セットでね、ジューシーがついてくるのとついてこないのって全然違いますよね。そしてね、ここのね、3丁目の島そば屋はね、花がつおがついてます。なので、途中ね、味変で入れても美味しくなりますので、ぜひ試してみてくださいね。いろんなね、沖縄そばあると思うんですけれども、このそばはね、やっぱ見ての通りね、アーサの風味がすごい強くて、その香りがね、特徴的です。僕がね、別の動画で出している沖縄そばランキングっていうのをね、動画の中でね、ランクインしている中村そばっていうね、おそば屋さんもアーサそばで有名なんですけれども、そこのね、アーサそばっていうのは、この島そば屋みたいにね、アーサを上に乗せてるっていうのもあるんですが、アーサ自体を麺にも練り込んでるんですよね。だからまあ、中村そばのそばっていうのはがっつりアーサっていう感じがするんですけれども、ここは島豚があったりとか、あと普通のね、あっさりした沖縄そばの上にね、アーサが乗ってるっていうので、やっぱね、ちょっと違った感じのね、アーサそばになりますので、ぜひね、両方試してもらいたいなと思います。中村そばっていうのはね、アーサそばで有名なお店なんで、検索したらね、すぐ出てきて、多分食べたことあるっていう人多いと思うんですけれども、沖縄そばがね、大好きで、このアーサの風味とかをね、アクセントとして楽しみたいっていう人にはね、こっちの方がいいと思います。この3丁目の島そば屋のね、麺なんですけどね、皆さん気づきましたかね。よく見るとね、わかるんですけれども、太麺とね、細麺っていうのがね、ブレンドされてるんですよね。だからね、沖縄そばでよくあるね、最後の方はなんかデジ飽きてきたやつさっていうのがね、食感が変わっていくんでね、全然ないんですよ。まあ、すごい不思議だなと思ってね、帰ってちょっと調べてみたら、ブレンドされてるっていうことでね、すごくね、面白い沖縄そばなので、ぜひね、皆さんも行った時に、ね、飽きるかなっていうからね、試してみてほしいなと思います。それでついてくるね花がつをね今途中で入れたんですけれども、やっぱこれもね飽きないためのねなんかお店のこだわりなのかなって思うぐらいねやっぱ味が変わっていくんですよね。だからね僕のおすすめではないですけれどもね、アーサー全部食べてからね入れてもいいかなと思う。もっと少なくなってから入れればよかったやつだって思うんですよね。僕はね今回ね小のねセットをね頼んだんですけれども、結構ね量がありました。だからね多分女性の方でも小でもいいし、まあ、男性の人でもねよく食べる人はね大でもいいと思うんですが、普通だとね小で全然問題ないかなっていうような量でしたね。そしてねこのジューシーですね。僕はね結構ジューシー大好きなのでセットでねついてこなくてもよく食べるんですけども、このジューシーもやっぱ最高でした。どちらかっていうとねご飯が柔らかいジューシーと硬いジューシーがあるんですけど、ここは硬いジューシーの方で、すごく美味しくてね香りも良くてやっぱ良かったですね。ジューシーってね結構やっぱ味食うかって味が濃いじゃないですか。だからあっさりしたね今回のアーサそばにはねすごく合うなっていうのを思ってて、まあ、よくね白ご飯だったりとかを注文する人もいると思うんですけども、このね三丁目の島そば屋に関してはねやっぱジューシーが一番合うなっていう感じがしましたね。このスープなんですけどねすごいあっさりしててね美味しいなって感じたんですけど、当初はねスープを残すお客さんが多くて店のね店主の人がねなんでかなってことで試行錯誤を重ねてねここまで作り上げていったみたいです。なのでねすごくねそばにも合うし、お客さんの反応をねしっかり反映させたそばなのでランキングにも入ってるんだろうなと思いましたね。でここはね結構ね周りもね観光地がなくて地図ね概要欄に貼っておきますけれども、嘉数高台公園にね観光客の普通の方はね来るようにはなってますけれども、まあ、みんなが知ってるような場所じゃないんでねなかなかこの三丁目の島そば屋をね来る方少ないとは思うんですけれども、地元の人たちがね推している非常にね美味しいお蕎麦屋さんなので、まあ、ぜひね足運んでほしいなと、地元の嘉数高台公園に来てほしいなと思います。で駐車場なんですけどね店の前にねちょっとしかないのでまあ多分高台もね今から駐車場が整備されていくので、ぜひ駐車場を止めてからね両方楽しんでほしいなと思います。